ねえ、君、また他の女の人と仲良くしてたよね。あの人誰同じ、委員会の人それ、嘘じゃないよね。そう、ならいいよ。僕のこと、好きだよね。好き よかった。僕も、君のこと大好きだよ。ねえ、またあの人と一緒にいたよね。僕のこと好きって、あれ、嘘なの嘘じゃない 嘘だ僕は君のことこんなに好きなのにあの女が悪いのあの女が君をたぶらかすんだね本当に僕のこと好き本当に本当に僕のことだけが好きなんだよねわかったよでも。 もし君が浮気なんかしたら、僕、何するかわからないから。いや、最近は、あの女と会ってないみたいだね。安心した。 見てなときに女と会ったりしてないよね女の匂いはしないか君のこともちろん信じてるよ浮気なんかしないって僕のことだけを見てくれるってだけど念には念を。 だよねえ明日はお休みだし久々に君の部屋に行きたいなお,お出かけにしないかなんで部屋に来られて僕に見られて困ることでもあるのそんなことないよね。 <laughs> よかったじゃあまた明日ね <laughs> 僕だよお邪魔しまーす君の部屋に来るのすっごく久しぶりだね今日はさ 久しぶりにあのゲーム一緒に。あ…ああなにこれ部屋、何もないじゃないか。えき、君の部屋って、漫画とかラノベとかゲーム機とか、いろいろあったよねどうしたの全部捨てた どうして僕が心配するから部屋に余計なものがあると心配するだろうから捨てたそんなあっホに何もない 君はいなくなったりしないよね君はずっと僕と一緒にいてくれるよねうんって本当だよねまた信じてくれないのか違う違うの信じてないわけじゃないのごめんごめんなさい じゃないかとか僕のこと 今日は元気元気そっかよかったねえ君少し痩せたちゃんとご飯食べてる食べてるそうならいいんだ今日また君の部屋に行っていい ありがとうじゃあ一緒に帰ろっかお邪魔しますあの人何も変わってないね何にもないむしろだ少し座ってお話ししようよ 君変わったよね。僕と出会った時から。出会った時はもっとオタクっぽい趣味があって、クラスとか委員会の人とももっと喋ってた。僕を不安にさせるくらい、誰とでも仲良さそうに話してた。でも、今の君は、漫画も読まない、ゲームもしない、アニメも YouTube も見ないし、 学校で僕以外と話すこともしない僕がデートに行きたいって言えばいつでもどこでも付き合ってくれる高いスイーツも奢ってくれた映画館で一日僕が見たいって言った映画を一緒に見てくれたこともあったでも君は何も言わない行きたいところもやりたいことも食べたいものも何も ただ僕がやりたいことを一緒にやってくれて、その様子を見て、微笑んでくれる。君は、僕のことだけを見てくれてる。他の誰も見ない。君自身のことさえ無視して、僕のことだけを見てくれてる。ね、ねえ、本当にご飯ちゃんと食べてる <laughs> 食べてるなら、 <laughs> この腕は何こんなに細くなって。<laughs> 君の携帯、見せて。あ、ロックかかってない。僕が君に散々確認したからだよね。<laughs> やっぱり。この一週間で開いたアプリってやつ。 通話アプリだけだよね。ずっとこうなんだね。携帯を見るのは僕が毎日かける電話に出る時だけなんだよね。きっと普段僕とのデート以外で外に出てないよね。ずっとこの部屋で携帯も見ないでご飯もほとんど食べずにずっと一人でいるの。<laughs> 僕、やっぱり怖いよ。 君、いつかきっと君自身のこともこの部屋にあったものと同じように捨ててしまいそうで僕怖いよ。毎日学校が終わって君に会いに行く時毎日君に電話をかける時もし君がいなかったらもし君が電話に出なかったらって考えて全部僕が 君を信じななかったせいなんだよね君が浮気してるんじゃないかってずっと君のことを疑って僕は僕と出会った頃の君を殺したんだ僕が不安だったただそれだけの理由で。 からいなくならないで、君の存在そのものまで失ってしまったら僕はもう生きていけない。<laughs> <laughs> 出会った頃から君は。 ねえ学校卒業したらその日に結婚しよう式なんかあげなくていいただ君のこの部屋に写真を一つ置いてほしい僕と一緒に撮った写真をそれで少しずつまたこの部屋に物を埋めていこう 前みたいに、漫画やラノベやゲームでもいいし、もっともっと別の何かでも、何でもいいんだ。君との思い出の品なら、何でも。ねえ、僕は出会った時から、今までもこれから先もずっと、君のこと、愛してる。だから、ずっと、 そう。一緒にいてね。大好き